台北地方法院大北地方法院は中華民国の産休裁判所の一つ。普通法院に区分され略称は台北地院、また放送会では北院とも称される。その他台北地区の新北地方法院、市林地方法院と合わせて北三院の名称も有す。台北地方法院の前身は日本統治時代に遡ることができる。年、日本に 台湾が割用されると、日本政府は、近代的司法制度の導入を図り、同年10月7日に、台湾総督府により、台湾総督府法院職制を発令、台湾総督府法院を台北に設置、台湾各地に11の支部を整備した。当時の司法制度は一申請であり、台北県及び、キールン、淡水地区の審理を監督した、台湾総督府法院が前身となった。 日本国内では、司法機関としては、裁判所の名称が一般的であったが、軍政機の軍事法廷に同一名称を使用することを禁し、法院の名称がこの時採用されたが、その名称は戦後の台湾でも使用され、現在に至っている。1896年、桂太郎により、軍政が廃止され、民生に移行すると、台湾総督府法院条例が施行され、 台湾でも三申請が実施、それに伴い、台湾各地に13カ所の地方法院が設置され、台北には同年7月15日に台北地方法院が設置された。設置当時は適当な庁舎が不足しており、台北県庁内の一棟を利用して、司法業務が取り扱われていた。台北地方法院は、当初、軍政期の台湾総督府法院同様、ギール 淡水の司法業務を管轄していた。1898年7月19日、台湾総督府法院条例の全部改正により、高等法院を廃止に申請への変更が行われた。その際に、台湾における地方法院は、台北の他に台中及び台南の3カ所となり、宜蘭と新築の地方法院は、台北地方法院の出張所の扱いとなった。 1904年3月には台中地方法院が台北の出張所に一時改編されたが、こちらは1909年10月に独立した地方法院に戻されている。1921年3月、田健次郎は総督として着任すると、日本政府は台北地方法院を中国福建省、広東省及び雲南省の日本領事裁判権の管轄裁判所に、 指定し、領事裁判の上級裁判所として機能するようになった1934年、文部長3丁目に完成した台湾総督府高等法院へ移転している。1938年5月4日、新築支部が新築地方法院に昇格し、当時の新築州が新たに新築地方法院の管轄となった。1945年、 日本の敗戦に伴い国民政府の台湾接収が行われ、台北地方法院も台湾台北地方法院として中華民国の司法機関に改変された。1946年1月10日には、カレンコ支部をカレンコ地方法院に昇格させ、現在のカレン県及び台東県を1947年3月1日には、ギラン支部をギラン地方法院へと昇格させ、 ギラン県の司法業務をそれぞれ担当するようになった。その後も台北地区の人口増加に伴い新たな司法機関の設置の必要性が生じ、1950年12月1日には、キールン地方法院が、1981年2月16日には、台北県西部を管轄する板橋部民が、1984年8月1日には、台北市東部、北部及び、 台北県北部を管轄する市林分院が成立している。両、1945年11月1日から1948年10月11日塗り懐会、1948年10月12日から1951年11月30日、両交渉。 1951年12月1日から1952年12月29日、上集中。1952年12月30日から1957年10月17日。おうめ。1957年10月18日から1958年1月22日、鎮走。さつき。 1958年1月23日から1963年2月17日、総比ですけ、1963年2月18日から1970年8月7日、勝敗寿、1970年8月8日から1972年7月31日、諸券を取り、1972年8月1日から1972年9月25日ら、厚む樹。 1978年9月26日から1981年3月22日、暮れ樹立。1981年3月23日から19887年5月18日、柴啓信。1987年5月19日から1990年9月16日、林秋範。 1990年9月17日から1993年2月28日子、地中、1993年3月1日から1996年2月2日、陽日と久ひさ1996年2月3日から1996年12月5日、竜水村、1996年12月6日から1997年12月19日陳、吉尾。 1997年12月20日から1999年11月4日、木ブミ。1999年11月5日から2001年11月4日、林金宝。2001年11月5日から2007年11月4日、ヨウタカ2007年11月5日から2010年6月28日。 クレみずき、2010年6月29日から2016年6月27日、高長流、2016年6月28日から2018年1月16日、広告中、2018年1月16日から、ありがとうございます。